guys, 皆さんこんにちは。今日はスプラウツという、ファーマーズマーケットに行ってショッピングをしていきたいと思います。主に食材を買いに行くんですけれども、よくね、私の YouTube のコメントとかでどんなもの食べてるんですかとか、アメリカでの食生活を教えてくださいっていうコメントをいただくので、今日は皆さんを私の、食材ショッピングに連れていきたいと思います。 Hope you guys enjoy!Alright, we got all the Asian foods here. For any Americans watching, this is Asian food. Normally, こういうスナックが私は好きなので買っていってしまいます。何しようかな、スパイスとキャロット。そして次はミルク。基本は豆乳が好きなんだけど、最近なんかね、豆乳があんまりないって聞くので、ないよね。今日はオーツミルクにします。スプラウトオリジナルにしよう。卵セクション、オーガニックっていうのがとかケージフリーとかっていうのがよく売られてたりするんですけど、オーガニックはただのブランドだけって言われてて、あんまりこうなんか意味がない、ただちょっと高いだけって言われています。そしてこのパスチャーレイストっていうのが本当にいい環境で育った鶏さんから生まれた卵っていうので、買うならパスチャーレイズドエッグがいいですよって言われています。 I don't know which one I should get. Yeah, that's your favorite. You are camera shy, aren't you? Everybody eats banana like twice a day. You gotta get your potassium in. I wanted to show how big and fatty the eggplant is here.私がスプラウトが好きな一つの理由は、ここでサンドイッチ作ってくれるんです。しかも 4.99 ドルで、しかもあんま大きいし、割とコスパも良くて、たまーにここでサンドイッチ作ってもらったりしてます。だって私はね、どうしてもパンが大好きな人なので必ずパンを買うんですけど、まあ、こんな感じでなんかいろんな穀物が入ってたりとか、まあ、オーガニックって書いてあるのはまあちょっと買ってみようかなと思ったりもするけど、結構なんかイングリディエンツ、原材料かを見て、そんなに変なものが入ってなければ買ってます。アメリカはね、果物が本当に日本に比べて安いんです。ただ日本の方がやっぱりクオリティとか味はね、甘い気がします。スプラウツはこうやってなんか量り売りとかもしてて、実は一番この量り売りで買うのは蜂の巣のチョコレートです。はい、これらが今日スプラウツで買ってきたものです。オートミルク、パン、ナス、ヨーグルト。ヨーグルトはちょっと待った、これで6ドル7ドルくらいした。これマッシュルームはえのき、しめじか、しめじは今度のビークルオンラインサロンのクッキングで使うので、これですね。それが生姜とチョコレート、ブドウを、ベーコン、これもそう、今度のクッキング会で使うので、レーズン、あとはちょっと余分に玉ねぎを買ったのと、スナック。これでいくらだったかというと $65.29. Yay! はい、今日
日は日付が変わって全く別の日なんですけれども、よくね私 YouTube でリナさんどんな食事をされてるんですかとか、アメリカに住んでるのでアメリカでどんなご飯を作って食べてるのかっていう質問をいただくので、今日私のちょっとしたクッキングを一緒にお見せしたいなと思います。ぜひね材料がある方は一緒にやってみてください。ちなみに今日はオートミールを使ったチーズリゾットをちょっとランチの時間なのでね作っていこうかなと思います。材料はですね、このオートミールとナス、それからしめじだったりとかちょっとしたキノコ類、ベーコン、玉ねぎ、ニンニク、それからトマト缶、そしてコンソメがちょっとと、あとまだ冷蔵庫に入ってるんですけど、最後にトッピングとしてチーズとか、あとパセリを振りかけるのが、いいかなと思います。では早速クッキングをしていきます。ランチです。いただきます。あ、こ、こんな感じのをね私はしょっちゅう作ってて、これ自体は初めて作ったんですけど、美味しい。なんかキノコの味がいい感じに出てるのと、あとはトマトリゾットな、リゾットトマトリゾットなので、トマトとチーズがいい感じに絡んでて、あとオートミールだからね、ちょっとヘルシーな感じもあっていいかなと思います。大体私は昼、お昼か夕方か夜の時間にご飯を作って、そのまま次の日は朝は、サンドイッチ、なんか適当に野菜とかを挟んで食べたりとか、前日の残り物をお昼に食べたりとかしてます。外食はね1週間に1回ぐらいかな、ちょっと最近増えちゃってるんですけど、そう、大体外食は1週間に1回で、それ以外の日は、まあ、自炊を心がけています。でも本当にね大したもんは作ってなくて、マジでなんかパッパッパッってできるような感じのと、あとなるべくね素材のものを使うようにしてて、今日はちょっとトマトを使っちゃったんですけど、できる限り野菜をもう切って材料として入れるみたいな感じのレシピを探して作ってます。私5年前にアメリカに来て、アメリカ行ったら太るよって、絶対太るよって言われてたんですけど、むしろ痩せたんです。理由はね多分いくつかあって、まずはフィットネスのインストラクターの仕事を始めたっていうのもが多分一番にあります。しっかりとトレーニングをコンスタントにするようになったっていうのと、あとはジャンクフードがねそんなに好きじゃないので、もともとたまに食べる分にはいいんですけど、食べ過ぎたりとか毎日とかそういうこと食べたりとかするとマジでお腹が痛くなったりとか、なんかもう上っていう感じになっちゃうから、そう、あまりねジャンクフードっていうのを食べなくて、むしろこういうなんか素材のものを使ったものを自分で作ってたりとか、あとアメリカもねやっぱ肥満大国なので、国としてねとか、まあ、いろんな企業とかがそれをこうどんどん軽減していこうっていう感じで、素材のものを取り入れた、スーパーマーケットが増えてきたりとか、そう
そう、意外とねヘルシーなもの、オーガニックなものを使ってる場所が多いので、そういうところから具材を取り入れてきて、日本のレシピを見て私は結構料理をしています。チョコレートクッキーのいい匂いがする。美味しいんだけど、なんかクッキーっていうよりはホットケーキに近いかもしれないやっぱさ、自分で作ると何が原材料に入ってるか分かるし、保存料とか余分なもんが入ってないから安心してスナックでも食べれる感じはあるよね。美味しいのでおすすめです。